はい、皆さんこんにちは。オールブルーブルーオールです。こんにちは。もう今画面に映ってる子めちゃくちゃ可愛いですね。エポナちゃんです。というわけで、今回はですね、僕が今最大にハマってるソシャゲを紹介したいと思います。このソシャゲはですね、誰から紹介していただいたかと言いますとですね、小田先生のところで、アシスタントとして活躍している、坂東直くん、僕のサムネとか書いてくれてる、漫画家の子ですね。僕の動画にありますので、ぜひとも見てみてください。僕のサムネを書いてした有名人という動画があるので、ぜひとも見ていただきたいんですけど、坂東直くんのことがぎっしり、紹介してあります。その子が、髪の毛を切りに来た時ですね、僕の美容室を切りに来た時に、これ漫画家の、間で流行ってるんですけど、めちゃくちゃ絵もうまくて、可愛くて、絵が可愛くて、しかも動くんですよっていうゲームがあるからやってみてくださいっていうことで紹介してもらったのが、このデスティニーチャイルドというソシャゲになります。ぜひとも今ね、今いいとこなんで、ぜひとも撮りたいと思いまして、この動画を作成しました。ということで行きましょう。動くんですよ、こんな感じで。デスティニーチャイルドです。ぜひとも皆さんやってみてください。めちゃくちゃ面白い。てか女の子好きやったら絶対やった方がいいだろうこれっていう感じのね、こう感じでタップすると動くっていうね。で今は、もうすぐクリスマスなので、ちょっと、なんかいろいろお知らせとか来てますけれども、はい、こんな感じですね。で結構有名な声優さんとかも声やられてます。ね、名前忘れちゃったけど、なんだっけな、なんだっけ、銀魂のサルトビサッちゃんの声と、あと芋好きの、進撃の巨人のサシャブラウスかの声の人、なんだったっけ、これで。でまあそれは置いといて、それは置いといて、今こんな風に動くんですよ。めちゃくちゃ可愛いでしょ。しかもこれアップ、これアップにできるっていう。冷たい女だと思ってたの？思ってません。冷たい女だと思ってません。思ってないです。これ鑑賞モードってするのにすると、こうね、こうすげえ、すぎるから、あんたが本気で接してくれるの、こんなちっちゃく、こんなちっちゃくできるっていう、こんだけもっと豆粒みたいにできるという。ほら、この十字架の上に、十字架の上に立ってるようにできるみたいな、そういうゲームでございます。こういう感じで、こういう感じ、こういう感じで、こういう感じで、こういう感じでできるという、はい、こういうふん、こういう感じでできるという素晴らしいソシャゲです。なので絵描きの人はこうアップして、こうこういう絵の感じを見れるというね、素晴らしいアプリね。ぜひとも漫画家の人はやってみてください。そして、それはさておき、今僕が何をしようかと言いますとですね、今、上の方に魔法石みたいなのがあるんですけど、9600、これ結構課金してないで俺がゼロから貯めたやつなんですけど、結構このね、ソシャゲはたまるんですよ。デスティニーチャイルドはすごくたまる、めちゃくちゃたまるんで、これで10連5回とか、1回10連1900使うんで、引けるんですけども、これ今回は引かないです。明日アップデートがあるんで、ちょっとクリスマス前のアップデートなんで、ちょっと今回は引かないんですけれども、そして、これちなみにこの子、ヘスティアって言うんですけど、これ炎属性でも攻撃力結構強い子で、星5当たったんですよ。っていうのも無理くらい当てたんですけど、星5チケットでで今回、こういうようなものがありまして、これですね、これチャレンジミッション進化ロードっていうのがありまして、1,2,3,4 はクリアしてるんですけど、これ5,6ってクリアしてないんですよ。で、5だと星5を星6に進化させるっていう条件ですね。とあと、星6を1体マックスにするっていう、レベルをマックスにするっていう条件のやつです。そうするとこの右上の女の子、星5のエルメスちゃんが1個もらえるっていう感じですね。それと、星5を星6に進化させると、
赤色の石って書いてグレン石なのかな、なんていうのか分かんないけど、これ150個、これ150個で星51体引けるということで、今進化素材などすべて集めましたので、一気にこの5、6をクリアしていきたいなと思います。なので、星5が一気に2体手に入るということをちょっと撮影していこうかなというところで、ちょっと撮影を開始いたしましたというのが、説明しまして、じゃあ早速行ってみたいと思います。まずこの最強種、今ね星5はね、これ星5なんだけど、この子とイシスとかは星5なんだけれどもね、ほらこんな感じね、かわいいでしょ。星5なんだけれども、星5で当たったのはこのエポナちゃん、このエポナちゃんとこのヘスティア、これが星5なんですけど、あと星4から進化させただけなのでちょっと弱いんですよね、スキルが。ということで今から、星5を当てていきたいと思います。ではまずヘスティアちゃん、この星5を星6に進化させるところからいきたいと思います。これ進化押します。で素材集めましたので、これ全て使って、星6に今していきたいと思います。じゃあいきますよ。これもう一生懸命集めたんだ、俺一生懸命集めた、これ素材ね。ではいきます、進化開始。星6になる、星6になって、まずチャレンジをクリアしていきました。はい、これで星6になります、ヘスティアちゃんが。ということで、さっきのこちら、赤色の石、これを受け取ります。報酬の配布が完了しました。はい、ということでもらっていきましょう。はい、これですね。はい、受け取ります。はいはい、受け取りました。そしてチャイルド、このチャイルド、これチャイルドって言うんですけど、このキャラクターのこと、この星6のヘスティアちゃんをスキル、レベルマックスまで持っていきたいんですけど、進化素材結構集めたんだけど足んないかなっていうところなので、ちょっと赤いのこんだけいるんでちょっとぶっこんでいきます。まず強いのから、これ赤これね、一番強いやつと全部赤、よし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 、これでまだ16レベルぐらいしかいかないんだよね、いか足りないかもしんない。ちょっととりあえず進化させていきます。進化じゃねえ、強化していきます。1レベルになるんで、星を上げると、さあこういう感じで17レベル、さらにトン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 、一番楽しい時だよねこれやってる時が。お金も集めましたんで、お金も減ることがございません。これでも23だから、ちょっと足んないかもしんないな今回。まあそれが目的じゃないんで、ぶっちゃけ星5を引くことが目的、も他のやつも入れちゃう。よいしょ、これ28で、今度青いのも使っていきます。トン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 、よいしょよいしょ、これで34、これマックスが、60なので、まだ半分ぐらいしかいってない、これだけ突っ込んで。おいしょ、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 あ、足んねえな、これ。足んねえな、これ。よいしょ、これで38。もう全然足んないな。これもぶっ込む、これもぶっ込む、これもぶっ込む。ぶっ込んでいく、ぶっ込んでいく。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうマックス使い切っちゃった。これでも53。あと7レベルだったー。あと7レベル。まあ、これはいいんですよ。ね、強化はいいんです。俺が見せたかったのは、この右下にある召喚。召喚で、この、上のやつですね。一回召喚することができるという。星5を一回召喚することができる。ね、赤い石150個で。ということで、今から、星5を、ね、確定で、ぶち当てたいと思います。それが何が出るかね、何が出るかです。これとこれが、これをまず手に入れて、エルメスはいいんです、エルメスはぶっちゃけいいんです、いらないんですけどそう、ぶっちゃけエルメスはいらないんですけど、この星5がね、何が当たるかっていうのが僕がとても気になるところね。ということで引いていきましょう。よいしょ、はい、召喚いたします、星5。さあ何が出るか、よっこらしょ、さあ来い、いいやつ来い、いいやつ来い、イブ来い、イブ来い、来い、おー、フレイだ、フレイだ、フレイは
これはめちゃくちゃいいキャラです。フレイは、フレイはイブの次ぐらいに使えるキャラって言われてて、その俺イブが欲しいって言ったのが一番使えるキャラで、2番目に使えるキャラとして結構なんだろうな、使えるキャラの数値が高いっていうかのがフレイなんですよ。やったぜ、いや、やったぜ。ということでフレイが当たりました。これはやった、よし。ということで、フレイが仲間に入りましたね。これフレイめちゃくちゃ強いんだよ、こいつ。ちょっとムカつくやつなんだけど、しっかりついてこいよ。こいつめちゃくちゃなんか微妙じゃん。でもこれあのね、これね、ゲームね本当に面白くって、ストーリーもちょっとクスってきちゃうぐらい面白いギャグが混ざってるようなストーリーで、でこれが主人公のほんとライバル、まあ、あのポケモンでいうサトシでいうこいつシゲルみたいなポジションなんだけど、めちゃくちゃ面白い。このこいつもちょっとちょっとストーカー地味でてちょっと面白いんだけど、ということでフレイが当たりました。やっとやったね。ということで、そうですね、じゃあどうしようかな。今ちょっとあれも足んない、まあ、ちょっとマイルームでこれもらうわ。とりあえずこれ受け取るわね、これ受け取ります、受け取ります。で、受け取って、今スタミナが、39になりましたね。さあでこれを、さっき星6にしたヘスティアちゃんをスキルをマックスに、あ、スキルレベルはマックスなんだね、これ。スキルレベルは、もう一個ヘスティアちゃんを当てないと限界突破できないということで、これはダメなのか。絆は？絆もマックスだよね。やることないじゃん、これ。いや、でもフレイ当たったぞ。フレイ。フレイのスキルとりあえずマックスにしよう。これでマックスになります。これお金でね、スキル上げできるっていうのがね、このゲームのいいとこですよね。素晴らしい、やった、フレイ当たっちまったぜ。ということで、何見てんのよ悪魔、こっち見ないでくれない、うん、冷たいねというわけでこれね、あれもできるんです、対人戦みたいなのもできるんですけど、今ねちょっとねやっぱりね、みんなね課金しまくってるのか分かんないけど、みんなねこう星5で揃えてきてるからね、勝てないんだよね、勝てないんですよね、とても勝てない。これでこれデビルランブル、これデビルランブルっていうのが、大体なんだろうな、これが対人戦というかね、他のキャラクター他のプレイヤーが、揃えているやつなんだけど、だいぶ皆さん星5ばっかり揃えてきてるので、僕戦闘力 42,443 あるんですけど、この31,000の一番下の人、サンズ一歩って人、この人と戦ってみようか。だけど多分このサンズ一歩の人が強いんで、星5揃えてるから、ちょっと一回戦ってみますね。戦闘ちょっと見せます。デビルランブルスタートです。はい、来ましたね今の人が、あれですね、有名な、なんだっけな、忘れちゃった。これ今オートで戦ってますけど、こんな感じでガンガン動く、ガンガン動くんですね、このソシャゲ。こうやってガンガン動くんですよ、エッチなお姉さんたちがのガンガン動くっていう。これ真ん中のやつは星5ですよ、ダナってやつは星5、強いんだこれが。そんな、これ全部星5なのかな、全部星5っぽいなこれ相手。さあ俺が強い、もうほら強いんだよ星5本当にもうこれね終わった俺で、これスキル溜まって必殺技みたいなの打つと、こう真ん中でパーフェクト押すと、まパーフェクトになっていくんだけど、回復なんだよねこいつね、うん、まあ、こんな感じ。戦闘は負け確定なんだけど、これ星5の強さがもう、星5の強さが垣間見えるでしょこれ。相手ほぼ星5だから、この星5、この人全部星5じゃない多分これ。やめ
めちゃくちゃ星5は強いからもうどうしようもない本当に。もうこれね、もう俺回復なんだよこの2体、補助と回復だからもうやられるしかないんですよ、これ。やられるしかないんですよ、オールブルーさんは。残念ながらもうやられていくしかないんですよね、これ。回復しかできませんから、これヒーラーですから。星4のヒーラーなんでね、そんなに強くないヒーラーなんで、はい、負けるという。これがね、これはい、ご退場願います。はい、願いまされました。はい、願いまされましたってどういうことだっていうね。はい、こんぐらいね、強いんでございますよ本当に、星5っていうのは。でこれが欲しくてね、ということで今僕星5がこれで5体、あれ、そうだよね、あ違う、4体揃えましたんで、エルメスちゃん入れて、はい、あともう強化するだけなんで、ちょっとイベントダンジョン行って、ちょっとこの水属性強化しかないけど、この水属性強化をね、こうやっていきます。で最大が40マイナスなんですけど、これ40使ってちょっと強化 したいな。あなたに私を落とせるかしら。これ強化していきたいね、ヘスティアちゃんを。でエルメスちゃんを手に入れたいんだけど、多分足りない、スタミナすげえ使っちゃうから。これちょっと一回戦わさせて。これせい、このキャラクター一人一人にね、やっぱ声がついてっていうのが最高。まあ今のソシャゲは全部そうかもしれないけど、いや女の子ばっかりじゃなくてかっこいいね、さっきのフレーみたいな男の子もいるんだけど、ほぼ女の子メインのゲームですかねこれは。だからもう結構男とかおっさんとかやってんじゃねえかなっていう。でも面白い、ほんと面白い。なんだこの魚は、なんだかな、絵に描いたような魚は。さあ来ました、これで必殺技よいしょ、パーフェクトドーン。これがヒステアちゃんの強さ、一気に消していく。ほんとヒステア強いんだよな。火力最強種だっけ確か、火力、火属性の中で多分最強なのがヘスティアなんだと思うんだよね。で闇属性最強が多分フレイだから、闇と火は、あれどうだろうね、そうかもし、そうだよね多分最強がフレイでしょ闇で。はい来ました。でこれだけ手に入れてもですね、これだけ手に入れても多分ヘスティアは60になってくれないんじゃないかなっていうところでございますね。強化する、強化でトン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 と入れます。これでもあれでもプラス3にしかなんないもんね、レベルがなかなか上がってくんない。はい、残念でした。ということでまあヘスティアちゃんをねこれ強化してですね、ねヘスティアちゃんを強化して、この優しいでよ、いや優しいですよ僕は。お見通しなんだから。ああそうですか、すいません。これエルメスさんをね1体手に入れることってことで入れることができるので、これ、ね、一生懸命頑張ってあとちょっとヘスティアちゃんを、6にしてエルメスちゃんを手に入れたいと思います。というわけで、今回の、僕のおすすめアプリはですね、あんたが弱すぎるから仕方なく協力してあげるの。はい、すいません。ね。次はどこに行こうかな。はい、今回は、こういうゲームを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、どうでした？僕の実況は隣で見てて。言って。どうでした？僕の実況は見て、この見て、この鑑賞モードのこの鑑賞モードで、このほらこの素晴らしいツヤね、可愛いんだから、エポナちゃんほら可愛いね、エポナちゃんほら、うん、ほらどうですか、どうですか、何の感想、このプルンプルンな、このプルンプルンな、このプリンのような、こ動くから素晴らしいねこれね。そうやね、うん、この可愛いよね、うん、どうでした僕の実況は。いつも通り面白かった。はい、というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。あ、次は
10連引きまくるっていう動画を撮りたいと思います。はい、次は10連引きまくる動画撮りたいと思います。はい、ぜひとも皆さんやってみてください。デスティニーチャイルド面白いです。ではバイバーイ。バイバーイ。